こんにちは星のソムリエ星空案内人成形写真家の岩佐です、えー、まずですね最初にお断りをしておきますが、えー、まあ撮影場所を公開したりするのは、まあ、タブーなんですけど今回お話しするのはもうすでによく知られた星空スポットばっかりですね主に初心者の方向けに紹介するものです、まあ、中でもですね えー、星空スポットと言いながら、えー、成型写真で割と人気のあるスポットを中心に、えー、紹介しますね。で、あの、地名の読み方については注意はしてますが、間違ってることもあるかもしれません。地名ですからね。で、明らかな間違いがあればコメントなんかで指摘してくださいね。はい。まずでは北海道を行ってみましょう。今回北海道ですね。で、まあ、全体的な話をまずしますと、 まあ北海道ってね、まあすごく星空きれいなイメージがあるじゃないですか。まあどこでもね、きれいなのかなと思ったらまあそういうわけでもないわけですね。まあ札幌というでっかい都市もありますしね。まあその他ね、大きな都市部の周辺はもちろんかなり空が明るいです。で場所を選ばないと北海道でも満天の星っていうのは見られません。まあとはいえね、 やはり暗いところに行けばたくさんの星ドラスポットがあることは間違いないです。で、まず光害マップを確認してみましょう。えー、よく出てくるマップですが、えー、こちらのマップの見方ですけど、赤いところが都市部ですね。あの、光が多いことを示していますで。その周辺黄色、緑色、で、青っぽい、青紫色となるに従って光害が少なくなりますね。 ですので、この青紫っぽいところが、光害が少なくて、星が綺麗なところだと言えます。ただまあ、このマップもですね、まあ、更新はされてないようですし、まあ、あくまで参考という感じで見てくださいね。では、有名な星空スポットを見てみましょう。まずですね、一番、釧路湿原ですね。で、その名の通り、 くしろの少し北にあります。この辺ですね。で、くしが近いので、やや光害はあります。ありますが、この雄大な出現っていうのは魅力的ですね。私も2017年に行ってみたんですが、えー、残念ながらね、毎日曇ってました。で、まあ、広いところなんですけど、具体的にはですね、この展望台なんかあるところが、 まあいいでしょう。普通にね。で、展望台も色々あります。あれ、これ色が戻っちゃった。はい。こっちのね、夢が丘ってところもあります。ここも多分私行ったと思いますけど。まあ、この辺が定番ですかね。で、ただ、釧路に近いっていのはあるんで,で、もうちょっとですね、北の方を行った方が綺麗になると思いますね。この辺りね。 でさらに北に行って、このコッタロってやつ。コッタロ湿原展望台っていう。この辺もいいと思いますね。この辺まで行けばね、結構綺麗なんじゃないかなと思います。はい。で、次にご紹介するところ。えー、これ、新鮮沼ですね。えー、ニセコって言われるところになりますかね。ニセコ三景の中で最も美しく神秘的な沼って言われてます。 広く見ると、この辺ですね。で、まあ、この付近、付近って言っても遠いですけど、えー、この一帯にはこの妖帝山もありますし、えー、こちらね、東爺湖、洞爺湖もありますから、えー、とてもいろいろあるいいエリアだと言えますね。さらにちょっと南行くなら室蘭なんかもね、ありますからね。室蘭の灯台、えー、地球岬ですかなんかもいいと思いますよね。 まあだから星空が特別綺麗っていうよりも、まあ成型写真的に魅力的な場所がたくさんあるって感じですかね。で私も今年は行ってみたいとずっと思ってるんですが、なかなかね、えー、すっきりと晴れる予報になってる日がありませんね。まあこの週末も台風できたみたいですしね。なんとかこの夏ね、この辺り行ってみたいんですけどね。はい。で3番、春に出の木ですね。 こんな木、えー、見たこととあるかなと思います。ここどこかっていうと広く見るとですねこの辺ですね中川郡ってところなんですけど十勝、えー、川流れてますねでこの辺ちょっと広いみたいですまあ成形写真ではとても有名なところですねで1本の木のように見えますがえ2本の木が一体化してるんですね2本ですね2本の木がね えということで、あの、恋人たちにも人気のスポットのようです。で、ここね、周囲には何にもないんで、まあ、開放感がありますよね。こう雪積もった時なんかとてもいい感じだと思います。まあ、そんな写真え、たくさん出回ってますねえ。超有名なところです。で、4番、えー、っと、野付半島ですね。え、ここです。 広く見るとここですね。まあ、地図で見てるとねこれは何なんだっていう感じなんですけど知床知床半島とこの根室半島の真ん中ぐらいにありますね、えー、全長約2 6キロの日本最大の砂シらしいですね砂シ、難しいですね砂シっていうのは海流によって運ばれた砂が長年にわたって、まあ、蓄積したんでしょうね 追跡して作られたたここういった地形のことですね。まあ、小さいのはいろいろあると思いますが結構珍しい大きさですよね。でこのトドワラとかね奈良縄とかっていう、まあ、変わった名前のところ有名なところがありますがこのトドワラねトドワラの白骨林はもうないと思います。私7年前に行ったんですけどもほとんどありませんでしたね。 まあ大台ヶ原奈良の大台ヶ原も似たような感じですが白骨林はもう見られないでしょうねこの奈良縄っていうところの方が、えー、魅力的な感じがしますねまあねこんなジャングルみたいな写真とか、えー、撮れたりすると思いますまあここはねシカちゃんとか、まあ、野生動物も多かったりして、えー、まあとてもね魅力的な自然豊かな場所ではあります まあ私も行った時は残念ながら曇りが多かったんですけどね。えー、次ですね。ビホロ峠ですね。ホロじゃなくてビホロのようです、えー。ビホロ峠ですね。どこかっていうと、この辺りです。このでっかい屈ャ路湖を展望するところっていうんで知られてると思いますね。まあ、超有名な観光地になりますね。まあ、ここから見る屈斜路湖、えー、まあ大定番でしょうね。 で、私が行った時も、やはりずっと曇りでしたけどね。えー、ぜひ、えー、リベンジしたいところです。まあ、東の方、東南の方から登ってくる天の川なんかね、えー、よく撮られてると思います、えー。超有名な場所です。で、6番、摩周湖ですね。摩周湖、ここです。まあ、国立公園として、先ほどのこの屈舎路港の割と近くにありますんで、 まあまあまあセットと言ってもいいかもしれませんね。手鹿賀っていうところになります。手鹿賀町ね。いろいろあります。まあこちらもね、言わずと知れた観光地ですねで。私も何度か行きましたが、私が行った時はやはり曇ってましたけどね。晴れてればとても綺麗な星空が見られることでしょうね。でまあ、定番としてはこの第一展望台とかになりますかね。 で私もここから、まあ、昼間撮った写真ありますけどね、こんな感じで。まあ、超有名どころと言えると思います。で、7番ですね。タウシュ川橋梁跡ですね。北海道の、をですね、ヌカ湖。これも難しいですね、読み方が。ぬかびら湖にあります。どの辺かっていうと、大きく見るとこんな感じですね。だいたい真ん中あたりですかね。 もう大雪山の近くになってますが、えー、ぬかびら湖、タオシュベツ川、橋梁、まあ。成形写真でもよく撮られてる有名な橋ですね。えー、私は行ったことありません、まあ。一度は行ってみたいと思ってますが、まだ行ったことはないですね。でぬかびら湖も、えー、アイスバブルなんかで有名なんで、まあ、やっぱりこの辺は冬に行くのが定番なのかなと思われます。ただここは結構、 山の中になりますし。しま、夜にいきなり行くのは敷居が高そうなんで、ま行きたいっていう方はよく調べてくださいね。で、橋も崩落しつつありますし。しま、早く行かないともう見られないっていうこともまああるんですけどねえー。熊も出るそうです。から、ちゃんといろいろ情報を調べて行ってみてくださいね。え、8番マイルドセブンの丘ですねえー。ba にあります。 丘の町って言われてます。ba ですね。えー、な。だらかな？丘陵が美しい景観を作ってますね。まあ、タバコのね。マイルドセブンのコマーシャル撮影がされたことから、まあ、この名前が通称として通ってますね。マイルドセブンの丘です。まあ、この辺はね。まあ、いろいろまあ、観光地でもありまあ、整形写真的にもね。 有名なところはいろいろあります、まあ。例えばこのクリスマスツリーの木とかね。まあこの辺たくさんありますんで、えー、ぜひね、まあご存知ない方は知っておいてほしいところです。9番、知、え、床、ー、峠ですね。羅、え、臼、ー、町になりますが、知、え、床、ー、の横断道路の途中にあるところですね。知床のまあ真ん中、やや手前ぐらいになるんでしょうかね。 普通にまあ車では行けるところなんですけど、冬の間はね、当然ながら、えー、通行止めになってます。で、それ以外の期間でも、えー、凍結の恐れがある場合は通行止めになりますね。夜間、夜間通行止めだと思いますが、まあそのためにね、星空を安心して楽しめるっていうのは夏場だと思いますね。で、道路状況なんかも公式ページで公開されてるんで、えー、行く際は必ず確認していきましょうね。 ま、ここはね、場所が場所だけに、まあ、星はめちゃくちゃ綺麗だと思いますね。はい。私昔ね、新婚旅行でこの知床の周り、えー、例の、例の船で行ったりしてたんですけど、やっぱりね、エンジンが止まっちゃって、えらい目にあったことがあります。<laughs> あんまり行きたくないところですね。で、10番、えリ、ー、ベ別コですね。まあ、これも読み方難しいですね。ベ別コこれも大雪山の方。 ですかね、タウシュ別よりちょっとこちらになりますが全体こんなところで光別湖、まあ、大雪山国立公園の中にはなります標高が 800m ちょいぐらいですかねで湖としては北海道でも最も標高の高いところになりますねで周囲はトドマツとかエゾマツの原生林に囲まれてます、まあ、ここもねとても綺麗なところなんで 一応候補として挙げておきたいと思います。場所はね、こんなところです。で今度111 11番支笏湖ですね。場所はちょっとだいぶ変わってきますが、千歳の方になります全体で見てみるとこの辺ですね。千歳から近いですね。で、札幌からでもまあ、1時間ぐらいで行けると思うんでまあ、そういった意味でとてもまあ、楽に行ける。 場所だと思います、まあ、こちらでもね周囲はもう原生林に囲まれてるんで、まあ、夜になると非常に、まあ、静かで綺麗になってきますね。まあ、程よい暗さって言った方がいいんですかね。真っ暗とまでは言いませんが結構綺麗だと思います。で12番十勝岳ですね。<laughs> これ地図が雪になっちゃってますけど、えー、全体で言うとこの辺まあほとんど北海道の真ん中ですね。 でトカチダケは標高2000メートルを超えてます。2077メートル。まあ、日本百名山の一つですね。展望台ありますね。で展望台があるところからこう山の前景を一望できます。まあ、ここもね BA になりますんで、まあ、先ほどの BA のねクリスマスツリーの木とかこの辺になりますけどね。トカチダケ。まあ、この辺何日かかけて回るのはいいかもしれませんね。 ま、近くにはこのね、青い池なんかもあります。えー、さてどうでしょう、えー。紹介するともうキリがないんですけど、えー、もちろんですね、今あんまり紹介しなかったずっと北の方、もっともっと北の方ですね、にも綺麗な場所はもちろんいっぱいあるでしょう。で、私が特に行ってみたいのは島ですよね。えー、レブン・リシリはぜひ行ってみたいところではあります、えー。近いうちに行くとは思いますけど、なりん天気がね、 えさて、えー、長くなっちゃうのでこれぐらいにしますがえー、まあ初心者の方でもね成形写真映えがする割と有名な場所をご紹介してきましたご存知ない方はね是非ご参考にしてくださいでよそから行かれる方は特にねあの北海道ですんであの、まあ、ヒグマなんかもね注意してくださいはいそれでは今日はこの辺りで ご視聴ありがとうございました。